こんにちは、ご飯日記です。本日は汐留にあるコンラード東京さんでお食事です。こちらはエントランスロビーです。モダンでスタイリッシュ。この窓からの光の入り方が素敵で、個人的にすごく好きです。そしてここからエレベーターホールへ参ります。都心のホテルはロビーがグランドフロアにないところが多い気がします。最近出した動画で言うと、マンダリンオリエンタルさん、シャングリラホテルさんと3回連続です。それではロビーとレストランがある28階に参ります。視聴者様よりホテルでお食事する時の服装のご質問をいただきました。ありがとうございます。私は朝やお昼まで一人の時にドレスアップをすることはほとんどないです。この日は普段着のワンピで行きました。コンラッドさんの好きなところは、なんて言ってもこの開放感。スタイリッシュでシンプル、飾りすぎてなく、スタッフの方々もアットホームで居心地の良さが抜群。大好きなホテルの一つです。今回は一休さんのサイトで黒毛和牛の鉄板焼きのコースにドリンクが1杯ついて6900円というお得なプランを見つけたので、こちらを利用しました。なんと 25% 引きです。お邪魔しましたのはこちらの笠原さん。鉄板焼きのほか、お寿司カウンターもあり、懐石料理もいただける日本料理のレストランです。この開放感と設計、こんな素敵な場所でお食事がいただけるなんて幸せすぎます。ただ逆にこの環境で今回の動画は全体的に暗くなっています。少し見づらいかと思いますが、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。シェフの鮮やかな手さばきは編集中も何度も見入ってしまいました。それではいただきましょう。私は安定のビールです。乾杯。先付けはイバとウニの別香案です。優しい甘さの別香案にコーティングされたイバとウニ、そしておのり、そこにわさびのアクセント、これは完璧なハーモニーです。大好きな日本のお味、すごく美味しいです。こちらは毎朝仕込んでいらっしゃるという青森県のニンニク、ホワイトロッペンです。でちょっと揚げて乾かしていきますね。はい。後ほどガーリックスライスで使うやつ、細かい。でこれで一回取っちゃいましょう。ガーリックの香りがもう最高でした。そしてこちらが本日のお肉とお野菜。すぐにお野菜の調理が始まりました。油をかけて、
さっきのあのニンニクの油ですね。こういうふうにあのどん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 火が入ってこう中の水分が出てきますので、もうちょっと。他のメーターで北海道ですね。はい、同じようにあの栗かぼちゃ北海道で赤ナスですね。はい、今日はアスパラ、栃木ですね、宇都宮から。はい、ありがとうございます。美味しそう。大根のポン酢、黒胡椒のソース、あと醤油がたまり醤油です。はい、ありがとうございます。それではバター醤油が温かいうちに徳島県産椎茸侍をいただきます。飛び上がるほど美味しいです。お肉みたいですよね。はい、ずっと味が強く入ってるんで、でもシンプルにこれはバター美味しすぎて私は終始のテンションで感動してました。お次は北海道インカの目覚めです。一瞬さつまいもかと思うくらい甘くてホクホク、でもしっかりじゃがいも、旨味も食感も絶妙で素晴らしく素材の良さが引き立っています。お次も同じく北海道から栗かぼちゃです。内側はホクホク、そして皮に近い外側の部分には芯が残り、こちらも食感に感動です。お次は紅心大根のポン酢をお茄子にのせていただきます。これはもう絶品。ガーリックオイルのコクとポン酢の爽やかさが合いすぎて悶絶級の美味しさです。こちらはインカの目覚めをたまり醤油で、黒胡椒のソースも胡椒が効いてすごく美味しいです。当たり前ですが、もちろんソースは手作りです。アスパラも最高の水分量、みずみずしくてホクホクです。そのままで十分美味しいのですが、おソースも美味しいので何をつけるか迷いつつ味変が楽しめました。お野菜が出来上がるのを待つ間、実はこちらをいただいておりました。菊芋のすり流しです。菊芋独特の苦味や癖が旨味となり、大人なスープ。出汁が全体を柔らかくまとめ、癖がありつつも優しいお味です。鉄板焼きのお野菜の後はサラダが運ばれてまいりました。冷たく冷やしたサラダにオレンジとレモンの柑橘系ドレッシング、フレンチでいうグラニテ、お口直しのようにいただけるすっきり軽い美味しいサラダでした。
全体的に塩をかけて、あとは胡椒。表面だけカリッと。で、玉ねぎもこれだけ柔らかく。徐々にこっちから薄くしてるんで、食べ応えがあるのはこっち側。はい、焼き加減はミディアムレアです。シェフにこのお肉が一番おいしくいただける加減でお願いしました。お肉がふっくらして柔らかくてジューシー、口いっぱいにお肉の旨みが広がります。噛めば噛むほどおいしさが広がり、奥深い旨みです。次はシェフおすすめの味変、からしとお醤油をつけていただきます。和牛には和の調味料がやっぱり合い、しっくりきます。最高です。自家製で主役級に美味しい香辛大根のポン酢、ポン酢とお肉、最高と最高の組み合わせです。黒胡椒のソースとガーリックチップも最高の取り合わせ。タレもガーリックもたっぷりくださるので、思う存分味変が楽しめます。ガーリックもパリッパリで軽くて最高に美味しいです。
お味だけではなく食感のアクセントとしても欠かせない存在です。お肉が柔らかいだけじゃなく、しっとりふっくらして程よい脂に良質なお肉の質感、なんともお上品で A5 ランクの和牛は格が違います。お野菜もそうですが、いい素材が素晴らしい技術によってより美味しさが引き出され、それはもう最上級の美味しさしかありません。ちなみに前回サーロインをいただいたので、今回はフィレにしてみたのですが、どちらをいただいても大正解。こちらは別日にいただいたサーロイン、刺しの入り方が全然違いますよね。この時の動画はいつかサブちゃんの方に出したいと思います。じゃあ油ないところ、どうしよう。あとこしょう。で最初に揚げたニンニク、油はね、あんまり入れないのがポイントで、はい、これでも油を入れなくてもこれだけもうパラパラになってますね。うん、じゃこ炊いたやつと、はい、あとは三つ葉、はい、これでパラパラ、うん、あのもちもちとパラパラぐらいの、鉄板焼きといえばメインと同じくらい楽しみなのがガーリックライス。油を使わずじゃこと大葉が入り、お肉をいただいた締めにぴったりです。いただくと案の定油っぽさがなく、ニンニクとおがし醤油の香ばしさが立ち、すごく美味しいです。お腹がいっぱいでもお茶碗3杯くらいは余裕でいけそうなほど美味しかったです。こうやってご飯とおしんこ、お味噌汁で締められるのも鉄板焼きのいいところ。ほっとしました。食後はソファー席に移動して、この絶景を眺めながらデザートタイムです。これはもうほんと幸せすぎ、そして最強すぎるコスパです。和牛 A5 ランクに良質な食材、シェフの技、親切な接客、そして絶景、何をとっても大満足で、正直信じられないくらいでした。本当におすすめです。そしてやっぱりお得なサイトはちゃんとチェックしなきゃですね。これからはどんどん活用して、どんどんレポートしてまいりたいと思います。このチャンネルではジャンルを問わず東京の美味しいお店を食べ歩きしています。ぜひまた見にいらしてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次のご飯でお会いしましょう。バイ。